ケビン・フォン・エリックはアメリカ合衆国の元プロレスラー。鉄の爪フリッツ・フォン・エリックの息子である。フォン・エリックファミリーでは唯一シューズを履かず、素足でファイトしていた。2012年には、長男ドス・フォン・エリック、ジナ・マーシャル・フォン・エリックがプロレスリングノアへ入団し、プロレスラーとしてデビューしている。また、これに合わせて、ケビン本人も同団体の GHC タイトル管理委員に、 任命されている。ノーステキサス大学でアメリカンフットボールの選手として活動後、1976年にデビュー。父、フリッツの主催するテキサス州ダラスの NWA ビッグタイムレスリングにデキャリアを積み、1978年12月にブルーザーブロディから NWA アメリカンヘビー級王座を奪取。中西部のセントルイス地区でも活躍し、 1979年11月には、リック・マードックを破り、NWA 世界王座への投流門である、ミズーリーヘビー級王座を獲得。翌1980年4月に、ケンパテラに破れるまで放置した。日本へは1979年5月に、NWA ルートで全日本プロレスに初来日。1981年5月の再来日では、 弟デビットとのタッグでグレートソロク大熊本寺の極道コンビからアジアタッグ王座をダッシュしたがシリーズ中に石川隆佐藤昭夫に敗れ短命王者に終わった。以降もアメリカでは WCCW を主戦場に1980年代前半は弟のデビットやケリーと組んでファビュラスフリーバーズやダイナミックデュオなどと構想した。 1985年からは WCCW と新たに提携を結んだ新日本プロレスにケリーと共に参戦。藤波達美木村健吾の持つ WWF インターナショナルタッグ王座に挑戦している。WCCW ではブッカー業務も兼任し、1986年10月にはブラックバートを破る枠は世界ヘビー級王座を獲得。アルマドリル。 ジョン・ノード、キング・パーソンズらを構想相手に防衛戦を行ったが、WWF の全米振興で、テリトリー制が崩壊した1980年代末に、セミリタイアし、1995年に引退。WWE 殿堂入り式典にて引退後は、母親や妻子と共に、ハワイのカウアイ島に居住し、プロレス業界からは、完全に身を引いていたが、2009年4月4日に、 フォンエリックファミリーとして、父や兄弟たちと共に、WWE 殿堂入り。インダクターは、かつて構想を繰り広げたフリーバーズのマイケル・ヘイズが、務めた。2011年12月8日、長男のロス・フォンエリックと次男のマーシャル・フォンエリックが、2012年1月に、プロレスリングノアに入団することが発表された。2012年にはケビンも、約24年ぶりに来日し、 1>, 1月14日に息子たちと共に入団会見に登場。1月15日には GHC 管理委員に就任することが発表された。ありがとうございます。